はい、秋葉原です。いつもね、こちらのチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ご紹介するのはですね、まあガジェットでもね、カメラでも何でもないんですが、こちらになります。よっこらしょっと、はい、めちゃめちゃでかい、これですね、シェイプキューブっていうですね、まあガジェットではないな、ちょっとしたね、体操器具になるのかな、になります。今日はですね、まあ、こちらの方開封してですね、まあ、実際にね、まあ、あんまりね、これ評判良くないんですよ、ぶっちゃけ言うと。Amazon の レビューとかでもですね、結構ね、ボロクソに書かれてるもんなんですが、まあ、実際ですね、まあ、使ってみてね、どうなのかっていうところをですね、まあ、皆さんと共有してですね、本当にこれが果たしていいものなのかどうかっていうところをね、皆さんと検証の方ね、していこうかなというふうに思います。では、行ってみましょう。はい、じゃあね、早速ですね、こちらの開封の方していきましょう。あ、バカでかいんですよね。めちゃめちゃでかいんですよね。で、ね、これは外箱のままね、送られてきました。このままですね、送られてきているような状況です。おー、すっごい。まかやって感じだ。はい、ちょっとあまりにね大きいんでね、これ下ろして中身の方取り出していきましょう。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じのものが中に入っています。じゃあこの袋の方もね、外していきましょう。で、中身ね、同梱物っていうのは特になくてですね、まあ、本体と、こちらにある取扱説明書ですね、ここにある取扱説明書とですね、この中央に貼ってですね、まあ、目安にするためのね、こういうシール、シールで大丈夫なのかなっていう気がするんですけど、シールみたいなものが入っています。で、取扱説明書の方をね、見てみるとですね、周囲に硬いもの、鋭利なもの、家具はありませんか、平らな場所に置いてありますか、ポケットの中は空ですか、素足ですかっていう感じでね、書かれていて、で、取扱説明に関しては、こちらにですね、QR コードの方が、あるんでね、これとあとメソッド紹介って言ってですね、まあ使い方とか多分そういった内容だと思うんですけど、そういったものがね、QR コードの方でね、紹介の方されています。なので、ね、多分ですね、これスマートフォンの方から見てですね、まあ実際にどんな感じに使うのかっていうのがね、多分動画的な感じでね、紹介の方されてるんじゃないかなっていう気がします。で、中身の方はですね、ちょっとね、こんな感じでわかりづらいんですが、まあ、実際のね、ちゃんとした使い方であるとかですね、まあ、この洗濯ですね、アウターカバーに関しては手洗いすることができるっていうような内容でね、書いてあります。で、カバーのお手入れ、まあ、取り外しの方法とかですね、まあ、そういったね、ことが書いてあったりとか、あとですね、この使用方法ですね、について、まあ、図解の方でね、ちゃんと、表示の方がされているというようなところでね、まあ、こういった図解の方を見ながらであればですね、まあ、ちゃんと使用することができるのかなっていう気はするんですが、まあ、やっぱりですね、この表面のこの QR コードからですね、まあ、ちゃんとした使い方っていうのはね、動画で確認できた方がいいんじゃないかなっていう気はします。はい、じゃあね、早速ですね、こちらの商品の方、まあ、見ていこうかなっていうふうに思うんですが、まあ、今回ですね、こんな感じのブルーの方、購入いたしました。まあ、人気色といったらですね、まあ、人気色はですね、まあ、グレーの方がね、人気っていうふうな感じで書かれていて、まあ、あと、ブラウン、ちょっと茶色っぽいっていうよりも、どっちかというと、薄茶色みたいな感じね、土色まあ、薄茶色ですね、のタイプと、この青のタイプの、3種類展開ですね。であります。で、まあ実際ですね、まあどんな感じのものが来るのかなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、実際持った感じはですね、まあ結構重量しっかりありますね。なんかそんな感じの、なんか普通のね、ソファーっていう感じではないです。クッション性っていうかね、結構しっかり
硬い、なんかこう押してもですね、人間がこう押してもへっこまないぐらいの、しっかりとした感じなんで、まあ、要はどっちかというとソファーとかね、そういった類のような感じではない、雰囲気がしますね。で、ここにね、取っ手がついていて、この取っ手を持ってね、持ち運びができるのと、あと裏面はですね、滑り止めがですね、一面にね、ついている底面になってますね。まあ、これやると、まあ、通常ね、一般家庭で多いであろう、まあ、フローリングとかですね、そういった床であれば、まあ、これであれば滑らないんじゃないかなっていう気がします。で、まあ確かにですね、こうやって、まあ、デスクの上に置いてもですね、こうやってやってもですね、まあデスクが揺れるだけで、まあこれがね、滑ったりするようなことはないんでね、確かに滑り止めとしての効果をしっかりしてるのかなっていう感じがしました。じゃあですね、まあこちらの方をですね、ちょっと広いところを持っていってですね、まあ使用の方ね、してみようかなというふうに思います。はい、まあ実際ですね、まあ使用してみた感じなんですが、まあ、アマゾンとかね、見てるとですね、本当に悪評多くてね、本当に大丈夫なんかな、この商品っていうふうに思ってたんですけど、まあ、実際に使ってみるとね、まあ、意外と、ちゃんとしっかりしてるなっていうふうに思いました。まあ、以前からですね、まあ、こう、トランポリンを使ったです運動についてはですね、まあ、一応やってみたいなっていうふうには思ってたんですよ。ある程度暖かいとね、まあ、外歩きに行くのもね、一つ、まあ、面白いなっていうふうに思いながらね、まあ、歩いてたんですけど、まあやっぱりですね、こんだけまあ0度とかですね、なってくるとですね、まあちょっと歩くのもしんどいなっていうのは、まあ正直思うところもあってですね、まあ家の中でね、できる、まあ運動があればいいなっていうところもあってですね、まあ今回このね、シェイプキューブの方、購入してみたわけなんですが、まあちょっとですね、やっただけでもですね、まあ結構息が切れてしまう、まあ運動不足っていうのも正直あると思うんですけど、それでいてですね、まあかなり、短時間でもですね、かなり運動量としては、まあしっかりあるんじゃないかなっていう気がしました。で、まあその道具としてもですね、まあそんな大きいもんじゃないんで、まあ部屋の片隅にね、置いておくこともできるっていう点であるとかですね、まあ意外とですね、まあ、評価とか見てると、なんか全然トランポリンじゃないみたいな感じで書かれてるところあったんですけど、まあ、しっかり跳ねますし、まあ、それでね、自分の力を利用してね、まあ、跳ねたりするんですけど、まあ、それがですね、今非常に運動になってですね、まあ、ダイエット効果もかなり期待できるんじゃないかなっていう気がしました。で、まあ、これですね、まあ、あんまり跳ねない、そのトランポリンみたいに、その50センチとかですね、そんなにね、浮き上がらないっていう点もね、まあ、逆に言えばね、かなりメリットで、まあ、要は、そんなにね、運動神経が良くない、まあ、私みたいなタイプの人間でもですね、まあ、ちゃんとその場でね、ジャンプしていられる。で、まあ、結局、ジャンプしたところで、まあ、そのクッションから足の裏が離れてるかどうかっていうのは、まあ、非常に微妙なところではあったんですけど、まあ、それでもね、十分運動効果があるっていう点、まあそういうところにおいてはね、まあ非常にね、使いやすい、運動器具なんじゃないかなという気がします。ただですね、今私の体重がですね、まあ約80キロ近くあるんですね。なんでまあこれがですね、まあどれぐらい耐えてね、まあ壊れずに使えていくのかっていうのはね、まあ今後ね、使用していく中でね、もし壊れたりしたらまたね、動画の方でお知らせの方ね、したいかなというふうに思います。はい、そんなわけでね、個性のチャンネルはですね、まあ本来はまあカメラであるとかですね、まあガジェットであるとかですね、あとオーディオ機器、まあそういう感じのね、レビューの方させてもらうチャンネルなんですが、まあたまにはね、こういうね、運動器具とかですね、あとお掃除道具とかですね、まあそういったこともね、私は興味ある範囲内でね、ご紹介の方していこうかなというふうに思います。まあ今日ね、内容がですね、まあ面白かったよっていう方はですね、高評価ボタンの方ポチッと押していただくとですね、またこういうね、レビューの方もやってますんで、また見てみたいなっていう方はですね、チャンネル登録ボタンの方ね、ポチッと押していただきますと、私の励みになりますんで、ぜひぜひお願いしたいと思います。はい、そんなわけで今日の動画はここまでということでね、また次回、こちらのチャンネルの方でお会いいたしましょう。では、さよなら。